どうも、国さんです。今私がいるところはですね、北海道の新千歳空港に来ております。前回のね、食べログ新千歳空港トップ10をね、皆様にねご紹介したかと思うんですけども、前回はね第10位から第6位までのやつをご紹介したんですけども、今回はね第5位から第1位までのねお店をご紹介しようと思っております。今現在ですね、北海道滞在3日目なんですけども、初日の1日目、2日目とねたくさん食べてきましたので、今朝だいたい9時ちょっと過ぎなんですけども、結構お腹がいっぱいでして、なんですけども第5位から第1位までをね皆さんにご紹介していこうと思います。前回のね食べログトップ10の動画の方でもね、冒頭の方で説明したんですけども、前回の動画とね今回の動画自体はですね、第5位第4位第3位と順にご紹介はしていくんですけども、実際撮影したのはね初日のねこちらの方に来た時に撮影した動画と、今現在ですねこれから撮影する動画という形でね、順位に関係なく実際のところは撮影しておりますので、服装が違います。なのでそこら辺の部分はねご了承ください。それではですね、1軒目ご紹介していきましょう。それでは行ってきます。はい、第5位はロイズさんになります。まあ北海道のチョコレートといえばねロイズさんですよね。チョコレートソースがかかったポテトチップス、商品名ポテトチップスチョコレート、それと生チョコレートですよね。その2つがね人気なロイズさんですよね。今回はねお土産として買ってきまして、食レポ自体はですねこれからね新千歳から成田空港の方に行きますので、成田空港の方でそちらで食レポやっていきたいと思います。はい、次のお店はこちらです。松尾ジンギスカンさんになります。味付けのジンギスカンとしてはね、松尾ジンギスカン、ここはね有名なジンギスカン屋さんですよね。それではね、久々のジンギスカン店内に入ってきます。料理の方がね到着しました。こちらがねオリーブロースジンギスカンセットになります。味付きジンギスカンの元祖で名店である松尾ジンギスカン、地元の方からは松陣と略されて呼ばれてるみたいですね。秘伝のタレはリンゴや玉ねぎ数十種類のスパイスを使用のことで、リンゴが入ってるせいなのか甘じょっぱいタレになっております。肝心なラム肉の方はラム肉独特の癖はちょっとはあるんですが、焼いても柔らかくジューシーで美味しかったです。ご飯がめちゃめちゃ進みます。ちなみにこの新千歳空港ではフードコートにも松尾ジンギスカンの店舗があるんですが、そちらでは焼いた状態で提供されるので、自身で焼いて食べたい場合はこちらの店舗が良いと思います。まだ食べたことがない方はぜひ食べてみてください。次のお店はですね、はい、ここのお店になります。美瑛専科さんになります。ここのお店はですね、コーンパンというのがね大変人気なお店になってます。実際のものと言いますとこんな感じなんですよ。これがですね実際の美瑛のコーンパンになります。1300円ですね。それともう1点、こちらのね美瑛の豆パンというのがね、こちらも人気になってるみたいです。
コーンパンをね買ってきました。これからね実際に中身開けていってコーンパンね皆さんにお披露目したいと思います。それでは開けていきたいと思います。取り出してみるとこんな感じでねなってますね。それで中を開けてみますとこんな感じですね。はい、いやなんかいい色してますね。それではね食べてみたいと思います。まだねあったかいんですよ。それではですねいただきます。うまっ。パンの生地がねふわふわ、めっちゃふわふわ。それでコーンもめちゃくちゃ甘い。うん、いやこれうまいわ。うん、めっちゃうまい。うん、すごいよこれ。こんな入ってんだよ。だっていやーがっつり入ってますね。これねめっちゃうまっ。うん、まだねこれ知らなかった方、パン好きな方はねぜひ一度ご賞味してみてください。めっちゃうまいです。いやーこれ美味しい。1点ね皆さんにお知らせです。このねコーンパンなんですけども1回ね焼き上げる個数がねあまり多くないと言ってました。人気な商品なのですぐ売り切れしまってボードがあったんですけども、あれで売り切れ、次のね焼き上げの時間は何時になりますと掲載されてるボードありましたよね。ああいう形でだいたい1時間ぐらいですかねぐらいの間隔でパンをね焼き上げて販売してるような形を取ってるみたいです。それと午前中にねだいたい売り切れてしまうというねネット上の方にもそういう風に記載されてましたので、このコーンパン買いたい方はですね午前中であってもできる限り早い時間帯で買いに行くような形を取ってください。それであればね購入できるかと思います。はい、食べログ第2位のお店はですねこちらになります。ドライブイン伊藤豚丼名人さんになります。こちらはね帯広の B 級グルメの豚丼のお店みたいですね。私食べたことないんですけども、まあどんな豚丼なのかね非常に楽しみです。今回はですね店内の方で食べない形でテイクアウトで買っていこうと思います。ちょっとフライトが近いので成田空港の方でねテイクアウトしたものをご紹介、食レポという形をやっていこうと思います。1位のラーメン屋さんはですねどこなのか、それでは中に入っていきましょう。栄えある第1位はエビそばの一元さんになります。ここ毎回来るごとにですねすげー並んでんですよ。やっぱ1位なんですね。それでは店内に入ってラーメンを食べに行っていきましょう。新千歳空港食べログ1位であるエビそば一元、味は3種類でスープにおいてはエビの味を堪能したいそのまま、味わい深くを堪能したい味わい、組み合わせとしては6種類になります。お店のチョイスとしては塩の場合はそのまま、味噌の場合は味わいとのことでした。今回注文したのはエビの味を楽しみたかったので塩でそのままの組み合わせをチョイス。感想としてはスープの一口目はガツンとエビの味がきて、その後にさっぱりな塩スープの味わいを感じます。鼻からエビの風味が堪能できるとてもインパクトのあるスープでとても美味しい。そして次は麺になるんですが、断面が四角な中太麺、固めに茹でてあるのでパスタのアルデンテな噛み応えのある麺で、麺の味わいが堪能でき、これがとても美味しいです。時間が経つにつれてちょうど良い硬さになり、麺の美味しさを二度堪能でき、グルメ好きにはたまりません。今は東京にも進出し、海外では香港、
台湾にも進出しているので、北海道でしか食べれないラーメンとはなくなってきてはいますが、やはり地元である新千歳空港でも大変人気なんですね。ごちそうさまでした。成田空港の方にね、到着しました。これからね、静かなところを探しまして、そちらの方でね、ロイズさんのやつと豚丼ですね、そちらの2点ご紹介していこうと思います。はい、第2ターミナルのね、4階ですね、ショッピング&ダイニングのね、このコーナー、はい、この場所で、ね、スペースが空いてたんで、ここでね、グレボレビューやっていこうと思います。はい、まず最初にね、第5位のロイズさんで買ってきた商品です。これはね、一番人気、定番のね、生チョコレートオールですね。はい、それでは開けたいと思います。はい、はい、こちらがね、生チョコレートオール、一番人気のチョコレートですね。近くで見るとこの感じです。はい、一切れをね、取ってみるとこんな感じになります。いやー、久々だなこれ食べるの。それでですね、いただきます。これ美味しい。やっぱり久々に食べましたけど、食べた食感口でとろけますね。北海道に行ってね、お土産でこれ買ってくるのはね、安定なね、味なのでおすすめですね。はい、お次はですね、ドライブイン伊藤さんの豚丼、こちらの方をね、レビューしていきたいと思います。これはですね、一番ね、ボリュームが小さいやつですね。3分の2サイズのものです。商品名としては空弁当というものです。はい、横を見てみますとね、こんな感じになってます。そんなにね、大きい入れ物じゃないんですね。それでは中の方ですね、開封していきたいと思います。開封しましたらね、こんな感じになってます。上のね、なんか山椒が乗っかってますね。はい、じゃあこれとね、蓋の方ちょっと開けたいと思います。はい、開封いたしました。開封しましたらこんな感じになってます。いやー、うまそうだね。それではですね、いただきます。こんな感じです、豚丼。いやー、うまそうだね。いただきます。甘辛な豚肉、うまい。ご飯もいただきます。おいしい。このね、甘辛なタレがうまいですね。豚肉もね、かなりのね、厚切りなんで食べ応えがあって非常に美味しいですね。うまい。もっとね、大きいの買っとけばよかった。ちょっと失敗しました。これは今回ね、これ買ったの初めてでね、味が全然分かんなかったんで、大変美味しいので、お店の店内で食べられる時間がある方はですね、ぜひね、新千歳空港のね、お店の店内の方でね、あったかい状態で食べてみてください。冷たくてもね、全然美味しいです。はい、ちなみにね、山椒をちゃんとかけてます。山椒をかけた方がね、非常に美味しいです。美味しい。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はね、第5位からね、第1位までの5店舗をですね、ご紹介いたしました。どこのお店もね、非常に美味しくてね、やっぱり北海道のグルメは最高ですね。前回のね、動画第10位から第6位までのね、動画もね、ご紹介したんですけども、今回のね、第5位から第1位までのお店にね、引けを取らないね、お店でしたね。前回の動画第10位からね、今回の動画1位までのね、この10軒、どこもね、格別に美味しいお店なのでね、ぜひね、皆さん気になったお店があります。
ありましたらね、この10軒の中からチョイスしてぜひお店の方行ってみてください。大変美味しいお店ばかりです。今回の動画がね良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ねよろしくお願いいたします。それと下にねチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。